おはようございます今日は曇りスタートです少し肌寒いですが元気よく農作業はやっていきますまずは玉ねぎの欠損してしまった場所を補充するために新しい苗を植え付けていく作業をしますこれまでに 玉ねぎを育てたことは何度かあるのですがだいたい植えつけてから1週間から2週間ほどで欠損すする場所が出てきますそのままにしてしまうと収量が減ってしまうので私の場合は苗を追加してその欠損した場所に植えつける作業をしています。 玉ねぎの作業はこれくらいにして次の作業に移りますこちらのうねには先に産地を植え付けてあります小さい苗のうちにそのまま間引きをせずに植え付けてしまったのでだいぶ窮屈になっていますまずは間引きをするところからやっていきましょう このウネの隣には紫キャベツを植えてあるのですがウネとウネの間隔が狭くなってしまいました奥側の産地を取るのに少し大変です来年はしっかりレイアウトを考えて畑を作っていけたらと思います次に生かしましょう だいぶ間引きました。続入これがベビーリーフなわけで間引いた葉もそのまま食べれるのが嬉しいですよねさてこちらは新しく連れてきた白菜の苗たちです。 4株しかありませんが先ほどのサンチの真ん中に植え付けていくつもりですまた窮屈になってしまいますね今回は。 4株しか白菜の苗を用意しなかったので植えつけるのもあっという間に終わってしまいそうです。 うん、あっという間に終わってしまいましたサンチュと白菜のレイアウトが見ていて気持ちがいいです油中と菊花科なので一応コンパニオンプランツとしても機能するはずですここからは悲しい寂しい間引き作業です2つから1つに絞っていきます なかなか私は踏み切れないのでここは助っ人さんに頑張ってもらいましょう。ごめんなさい。 いやーほんとごめんなさい助っ人さんのおかげで綺麗に整いましたこれで一株にエネルギーが向かってすくすくと育つはずですよしこれでメインの作業は終えることができましたさてここで。 ようやくツバメさんに登場いただきます。ツバメと言ってもツバメ麦ということで、煙幕さん、奥の日当たりの悪い場所にお試しで巻いてみたいと思います。 手分けをして種をまいていきます一箇所に集中しないようにばらまいてるつもりですがだいたい偏ります偏るんだけれどもばらまかなければなりませんばらまきって一番難しいかもしれません 言ってるそばから偏ってきてしまったので少しだけ種を移動させますうん難しい一通りばらまくことができたようです最後に ふるいを使いながら土をかけて終わっていきます。ちなみにこの後雨が降る予定なので水やりはしなくて大丈夫そうです。 さて奥の畑の作業は終えることができたので手前の畑へ種まきをしていきますまたまたタイミングが遅くなってしまったのですがニンジンちゃんをまいてみますどうなるかはわかりません 確かにそんな高く。 一通り種をまくことができましたあとは優しく土をかけて鎮圧をするだけですゆったりと大地のリズムを刻みながら今日は終わっていきたいと思います本日もお疲れ様でした Carrots don't catch a cold and may germinate happy Gandhi bye bye